ホール2番神田です。今日は9月振り返り、行ったとこ行かないとこ行けなかったっていうかな、気持ちは全部行ってるんですけどね。熊本アウェーね、熊本今年絶好調よね。いいサッカーするんですよ。せいやくんが J100 試合素晴らしい、素晴らしいですね、まあ結果はねちょっと厳しかったかもしれないですね。次10日ね、甲府行きました。行きましたねえ、あずさ行きましたよ。あずさね、もうフラッグが、そうもうね、歓迎モードたっぷりでね、意外と近い日帰り、もう武田様でね、武田か蓮田かって違うか、美味しくいただいてきました。がっちり包丁いただいてね、苦いね、武田信玄のね、苦い信玄校ならではのね、栄養食、海の幸を持ってくる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした、ね、で、まあ、試合の方もごちそうさまでした。もう、嬉しい。プチ祝勝会、もう、完全にもうね、どうやって帰ってきたかもう覚えてないという大分ホーム、ここはね、すごい熱いゲームだった。あ、声出しがね、そうってましたね、花火がなんかドーンって上がったんじゃないかな。大はしゃぎしたようなしぶとくドローということでね、栃木戦、あの試合は結構大きかったなと思うよね。3-1、すごいんだよ、ペアさんが2点も取ってね。ほんとやっぱりやかな、伴侶の新潟上しちゃいましたね、弾丸でね。そう、ラーメンを食うぞと。新潟といえばね、お酒ね、米どころ、実はラーメンの結構聖地なんですよ、ここは。東横味噌ラーメンね、ちゃっちゃマシマシってね素晴らしいラーメン屋さんで美味しかったね。ちゃんとね、仕事もしてきたんですよ。いやいやいや、原氏ね、お客様、新潟といえば原氏が有名なんですか。新潟地域ではナンバーワンのスーパーマーケットで、ちゃんと売り場に私どもの商品があると。遊びじゃない遊びじゃない仕事です。はい、試合はね、はい、クサーっていう感じでね、はい、やっぱりさすがです。球場もね、ビッグスワン大きいし綺麗だな。さすがワールドカップの会場になっただけあるかな。ちょっと新潟は来年行けんな。ね、再来年に J1 で会いましょうでも試合ね、終わったね、祝勝会やって、たまたまね、選手たちと同じ新幹線で、あの時にみんなに声をかけたり、なんかね、負けたっていう、その、なんかこう、後ろ向きな感じじゃなかったよね、次だ、頼もしく感じなんだけどね、だから、粘り腰のうどんかななんてね、差し入れ宣言をね、宣言通りね、そう、宣言通りに、29日ね、ちゃんと、そうですね、サクッと、今日は。こんにちは、こんにちは。びっくり仰天、選手総勢でもうほぼじゃないのあれほぼみんなっていうかコーチスタッフ、あとは周りのね、原さんもいたんですよね。原さんがまたね、オレンジマン神田感激ってやつですね。なんか古いやつですよね。10月入りました。そう、10月激闘だったよね。あれの群馬、私行けなかったんですよ。あれもいっぱいは、ね、みんなショッキングだったと、あそこで勝てばってね、6点ゲームってやつですか、悔しい。山形戦ね、はい、この試合のまた入りがすごい良かったんだよね。良かったんだよ。ふうにも点が入っちゃって 0-1 で、やべえやべえやべえ、諦めなかったこの人自分のポジションじゃないね、前で走る、がむしゃらに走る、奪われて奪ってミラクルなパス、同点に追いついて、あのね、
勝ち点1はでかかったよ。山口ホームね、やりました。パンパンパンとね、気持ちが入ってたよね。見事だったな。いやもうもうね、もう抑えられない気持ち、抑えられない確かに ここの試合からだったかな、この、あ、そうです、太っ腹企画ね、